皆さんこんにちは、平野美優です。今日はマッシュさんにお食事に誘っていただきました。今日来たのはこちらです。よっ、映ってるかな。今日はインナービューティーについて教えていただきたいと思います。そして今日いろんなことを教えてくださるのはマッシュの谷口さんです。こんにちは、はじめまして。コスメキッチンアダプテーションディレクターをしております谷口香織と申します。みえちゃんには本日インナーケア、インナービューティーの食を通してお伝えできればなと思っております。まずは美味しいお食事でぜひ楽しんでください。ありがとうございます。よろしくお願いします。それでは行ってきます。こちらがですね、アダプテーション自慢のフリーイーティングビュッフェというものでして、皆様大好きで一番ご注文いただく自慢のビュッフェでございます。よかったらちょっと興味あるものを自分に取ってっていいですか。はい、はい、取ります。自分のね、なんか好きなように持ってもらうっていうのもすごく女性にとっては楽しいポイントかなと思います。みーちゃん、スーパーフードってご存知ですか。わかんないです。何ですか。一般の食品よりはバランスが優れていて、栄養素の割合がとても多いものを定義としてスーパーフードっていうのができました。ぜひ食べてみてください。ありがとうございます。ではですね、ぜひ順に食べてみてもらいたいんですけど、はい、まずは飲むサラダということで前にあるグリーンジュースを試してみてください、はい、こちらがですね、専用のジューサーで作ったコールドプレスジュースといいまして、素材の繊維だけを取り除いた栄養満点なジュースになっています。いただきます、はい、ケールをたっぷり使ってるジュースですね、はい、うん、美味しいです。ありがとうございます。もう本当に丸ごとサラダをそのままドリンクとして飲めるようなジュースになってまして、皆さんの健康や美容をね、これで支えていけたらなと思ってます。で、次は食べるサラダということで、ぜひケールから。ケール初めて食べたから、ね、本当ですか、はい、野菜の、ね、王様と言われてますので、そうなんですか。抗酸化作用もすごく高いですし、栄養素のバランスが最強ですね。あとよかったら、その手前のぜひ米ぬかを一度フォークにちょっとつけてみていただいて、ちょっと素朴な甘さを感じていただけるかなと。おいしい。不思議ですよね。ちょっと香ばしいような、はい、そうなんですよ。これがまさに米ぬかというものでして、健康美容効果、栄養素すごく豊富なので、いろんなものに使ってます。もちろんです。きな粉もオリーブオイルとガーリックで、うん、どうしよう、プリプリなんですよ。みーちゃん、サラダいかがでしたでしょうか。めちゃめちゃ全部美味しくて、はい、これを毎日食べたら本当に健康な体に中側からなれそうだなって思いました。続いてがですね、大人気メニューの担々麺になります。こちらで、ぜひクイズを出せればなと思うんですけど、はい、使っている、肉味噌と麺がちょっと変わっています。さて、何でできていると思いますか。本当に当てちゃっていいですか、はい、麺は小麦粉が少ないとかじゃないですか、うん、お肉はどうでしょう。お肉はなんか大豆とかが入ってるみたいな。お、合ってます。お肉正解です。お、はい、で麺は小麦粉がゼロでして、はい、玄米を使った新潟県産の玄米麺になってます。スープは、豆乳を使っているので、はい、なんとこれはすべてビーガン料理というものになってます。ちょっとお肉からいただきます、はい、うーん、お肉わからないですか、はい、ちょっとほぐしながら混ぜていただいて、はい、ちょっと山椒油とかでピリ辛に仕上げています。これが玄米麺ですね。うん、おいしい。小麦粉を気をつけて麺食べれないって方多いと思うんですけど、はい、これだったらグルテンフリーだから、はい、だけど麺は食べるっていうのめっちゃいいですね、うんうんうん、ちょっとまた小麦と違う麺の喉越しだったり食感がありますよね、うん、あります。続いてのメニューがですね、今ミージョンの前にあります人気の唐揚げ丼になっています。肉味噌と同様に、はい、こちらも大豆ミートで、はい、作ってます、ぜひ食べてみてください、ありがとうございます。新鮮で美味しいお野菜がたくさん入ってます。アボカドめっちゃ大好きなんです。ぜひアボカドも食べてみてください。これって下なんですか。下がですね、新潟県産の厳選米という玄米になってます、いただきます。ジューシーさとカリカリさと、結構唐揚げ丼ってなるとすごくカロリーも高そうですし、思います。ヘルシーとはちょっとかけ離れてるかなと思われるんですけど、はい、もうまずは大豆ってことですごく高タンパク
な唐揚げですし、お野菜もこんだけ一緒に食べられるので、はいはい、すごくヘルシーだと人気なメニューです。みーちゃん、お待たせしました。おー、すごい。こちらのうちの人気な、ありがとうございます。いろんな層がありますので順に食べ進めてみてください。いいですか、はい、いただきます。召し上がっていただいたぬかの、はい、あ、ぬかの、はい、粉がかかって今きな粉のように、おいしい。これ、はい、何でできたか分かりますか。これちょっと大豆は入ってるけど、はいはい、ですよね。正解です。さすがです。これ豆乳で作ってますね。豆乳、はい、なるほど。ミルクの、ね、濃厚さがあるとは思うんですけど、ヘルシーですし、やっぱり口当たりも軽いので、美味しい、はい。皆さん罪悪感なく食べてもらってますね。一番下は何ですか。一番下がですね、ぜひちょっとスプーンを深く差し込んでいただいて食べてみたらちょっと分かるかもしれません。どこかで食べたことがあるような。ピスタチオ、うん、惜しい。正解がですね、ずんだを使ってます。あ、枝豆のずんだですね。はいはいはい、一個一個の素材のお味は感じますか。感じます。本当に美味しいし、こんなに罪悪感なく食べれて幸せです。嬉しいです。その言葉は本当に今日はありがとうございました。はい、ゆうちゃん、ありがとうございました。日頃、食べていただいているようなお食事と比べていかがでしたか。そうですね、すごい新鮮な、はい、普段なかなか食べれないようなお野菜が食べれたりとか、同じスイーツでも糖質っていうんですかね、はい、が少なかったりとか、インナーケアっていうのはこういうことなんだなっていうのをすごく学ぶことができました。ありがとうございます。ぜひみゆちゃんもまた遊びに来てくれたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。また食べに来れたら嬉しいです。はい、はい、ぜひぜひです。はい、ありがとうございました。今日はインナービューティーを学んでいきました。食べるものとか気をつけることが体の内側から綺麗になる秘訣なんだなっていうのを学びました。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。